やだやだやだ、カナのラスベガスデビューがあんなオンボロホテルのステージとかありえない。カナの言いたいこともわかるけれど、こんなところでダダをこねるのはやめてちょうだい。みっともないわよ。うっさいな。あ、いいこと思いついた。プロモーターに会って直接話をつけてやる。こうして直接会うのは初めてね、カナ。遠い日本から来てくれて嬉しいわ。ご招待いただいてありがとうございます。早速なんですけど、ちょっとお願いがあって。カナたちが出演する予定のホテルに、ここに伺う前に寄ってきたんですけど。ねえ、あの二人何話してるかわかる？すみません、俺にはなんかカナさんが英語でバリバリ交渉してるなということしか。ある程度はね。私も簡単な英会話くらいならできるけど、あれだけスピードが速いと全部は聞き取れないわ。ところであなた、さっきからこそこそスマホを構えて何をしているの？あいつが慣れない英語に舌でも噛むとこ取っといたら、後で何かネタにできるかなって思ったんだけど、和気あいあいと話しててさ、全然面白くないのよね。ガキのくせに英語ペラペラとか、キャラがブレてない？そういえばあなた、ドイツとのミックスよね。英語もできそうな感じがするけれど、できないのね。ドイツはドイツ語なんです。あー、やだやだ、そういう偏見やめてください。私だってね、ドイツ語とフランス語ならいけるのよ。そっちの方がレアスキルなんだから。はいはい、見て、あの様子だと英語は問題なさそうだけど、肝心の中身はだいぶカナの旗色が悪そうね。ですから、もう少し大きなステージに変更を。そのためのプランも準備できます。残念だけど、それはできない相談ね。日本ではともかく、あなたたちはアメリカでは無名だもの。この話はもう終わり。せっかく遠くから来たんだから、ラスベガスを楽しんでいってちょうだい。ああ、ちょっとまだ話は終わって、待ってくださいってば。くそ。豪華な建物はラスベガスに来てからたくさん見たけど、こんな広い植物園もあったのね。ここも有名な観光スポットらしいわよ。まあ、芸術を鑑賞する心の余裕がない人もいるけど。無名無名ってやかましいわ。お前が呼んだんだろ。こっちはわざわざ日本から来てやったのに。ボロいステージに一回ちょろっとあげるだけって、あれ完全にただのネタ枠扱いしてるよね。まあどうせこんなことだろうと思ったわ。あんたもそろそろ気持ちを切り替えて楽しんだろ。だいたいここはラスベガスよ。動画がバズったくらいで大きなステージに上がれるような場所じゃないわ。詳細を聞く前から浮かれてたあんたが間抜けなだけ。一人で来てなくてよかったわね。慰めてあげようか。はあ、勝手についてきたくせに上から目線でぐちぐち説教すんな。今すぐ日本に帰れ。はあ、二人ともいい加減にしてちょうだい。うん、何かしら。あっちに人混みができているわね。確かあの人、長いことラスベガスでショーに出てる有名なマジシャンじゃなかったかしら。それなら街中にいても不思議ではないわね。スターを見かけても騒がないのが暗黙の了解らしいけど、まあ観光客が浮かれるのも仕方ないわよね。あら、人混みからこっちに人が近づいてきたわね。私たちに気がついたのかしら。もしもし、私たちに何か。ちょっとカナ、突然間に入ってこないで、危ないでしょ。はいはい。何何？写真を撮ってほしい？オッケー。今回は特別にカナたちと一緒に。じゃなくて、あのスターと記念写真撮りたいから、カナにカメラマンをやってほしい。ウッハハハ、いいですよ。はい、じゃあ3、2、1、スマイル。ミホでも勘違いすることあるのね。
あの人すがすがしいくらい私たちのこと何も知らなかったわよ。あちらのスターとは雲泥の差だわ。見なさい、カナの笑顔引きつってるわよ。まあ結局金の集まるところに人も集まるのよ。この町にいるのは世界トップクラスの人ばかりだもの。あんたたちはカス扱いされても平気なわけ？ああ、あんな奴らの写真撮ってやるんじゃなかった？別に平気ってわけじゃないわよ。ただ今すぐ挽回は無理って言ってるだけ。いずれ私たちもああなるわよ。あのプロモーターの言う通り、海外での実績はないもの。パリでも最初はこんなものだったわよ。山田さんはパリ行ったことしか自慢がないもんね。何年も前の話をし続けてさ、うっざ。はあ、もう話にならないわ。美穂から言ってやって、このお子様現実ってものが見えてないんだから。カナ、いくらここがアメリカとは言っても人目につくところで騒ぐのはやめなさい。みっともない。それとフラン、一流が集まる場所に来たくらいでおじけづくだなんて、まったく期待外れだわ。何、私喧嘩売られてんの？いずれは。では意味がないの。今勝たなくては私たちが一緒にいる意味はないんだから。ここにはのんきに観光しに来たわけじゃないのよ。勝つつもりがないならさっさと日本に帰って。別に勝つ気がないとまでは言ってないでしょ。ミホってば珍しく分かってるだよね。こんなチキンはスリクスにはいらないよね。日本からろくに出たこともない引きこもりには世界ってものが見えてないのよ。ああ、やってらんない。あんたたちとなんてもう一秒も一緒にいられないわ。ああ、フランさん、ちょっと待ってください。ミホさんとカナさんも引き止めて。山田さん、いじけちゃった感じ？こっちだって一緒にいたくないっつーの。バイバーイ。じゃあせっかくラスベガスに来たことだし、カナもちょっくら観光してくるわ。好きにしなさい、私も勝手にさせてもらうわ。